では始まりました、モリチャチャンネル。さあ、英語交渉でしょ、盛り上がりましたね。今回は他教科、英語だけじゃなくて様々な教科もいろいろな方々に応募いただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、ちょっと今日は清掃でちょっと発表したいと思います。ぶっちゃけまあね、英語はかなりレベルが高かったんですよ、やっぱり。ただ他教科は、まあ、そこまでいかなかったっていう感じですね。いろんなの見たんですけど、数学と日本史かなって感じです。お二人かな、残ったのはという感じですね。他も見たんですけど、まあ世界史だったら佐藤幸先生に見てもらったりとかあったんですが、現代文ですね、もうちょっと現代文いい感じのがあったらよかったんですけど、やっぱりちょっと宋先生、出口先生に、まあ、見てもらうところまではやっぱりちょっといかないかなっていう感じだったと思います。で、数学、日本史それぞれ流したいと思います。数学はですね、アキトントンさんですね、このチャンネルで共通テストのね解説もしてくれましたが、 YouTube チャンネルもねやってらっしゃる方なんですけども、京都大学の方ですね。で、日本史が皿貝誠先生になりますね。審査としてはね、駿台の長島先生と上岡先生に見てもらいました。上岡先生めちゃめちゃすごいコメントくれたんで、後で発表したいと思います。日本史の方は学研プライムの野島先生と、ただ呼びもやってて駿台講師の田中先生にですねコメントもらいましたので、そちらを発表したいかなと思います。ではまずアキトントンさんからどうぞ。高校生の数学で集合っていうのをやると思うねんけど、そこで出てくる記号、属するとか部分集合とか和集合とか積集合、共通部分の記号とかってめちゃくちゃ鬱陶しいような、これについて、まとめていくわ。ちょっと書くわな。アキトントン、これ普通に要素とかを英語で言ったらエレメントっていうね、エレメントの頭文字 E みたいな感じで覚えたらいいわ。で、部分集合っていうのは集合がある集合に含まれてたら部分集合っていうね、含まれるって英語でインクルードやな、インクルードの C みたいな感じで、和集合と共通部分ってなんか片方覚えたら片方覚えれるよみたいな感じで多分みんな認識としてあると思うねんけど、和集合っていうのは英語でユニオンっていうか、その U みたいな感じだと思って、でちょっと例でやっていくで。はい。で、A っていうのがこういう集合、 B っていうのがこういう集合、 C っていうのがこういう集合やったとするやん。で、要素っていうのは最も基礎な部分を構成してるやつやねんな。A の要素っていうのは 1,2,3 やねん。いける？だから、例えば書くとしたら2っていうのは A の要素ですよ。2っていうのは A のエレメントですよっていうことでこんな風に書くねんな。いける？それで、この要素っていう記号を習った時に、要素じゃないよっていう時はそれにスラッシュ入れたやんな。4っていうのは A の要素ではないよな。だからスラッシュ入れるだけ。で、部分集合に関してはさっきも言ったけど、含まれてたら部分集合やねん。インクルードになってたら A ねんな。だから、A の中に C って入ってるやん、 1,2 っていうのは。いける？だから C っていうのはインクルードされてますよ A にっていうことでこんな風に書くね。 OK。 で、まあ基本的にはこっち向きやねんけど、逆に書いてもいいですね。こういう風に書いてる教科書とかもたまにあります。で、あとはこのユニオンとか、まあ、インターセクションっていうね、こいつらに関してちょっとこれは英語っていう僕のイメージ教えるわ。これ普通にカップとかキャップって言われるね。カップって何で言われるのって、コップみたいな感じ。これキャップっていうのは帽子っていうイメージじゃねんけど、 A と B の和集合って言われたら A カップ B ってこういう風に書くねんな。で、和集合っていうのは2つともの集合の要素やねん。 1,2,3,4 っていうのが和集合になるねんな。で、この共通部分、積集合の場合は A キャップ B っていうので、同じやつ2と3が被ってるから2、3っていう風に書くねんけど、これまあ僕のイメージやねんけど、上から何かがこう降ってきた時にどっちの方が入るって言ったら、当たり前やねんけどコップやんな。キャップの方はもうここ流れていくやんっていうイメージで、カップつまり U の方がめちゃくちゃ要素が多い、めちゃくちゃ要素が入るから上が開いてんねん。だから 1,2,3,4 って、足したやつやでみたいな感じでイメージで覚えれるくない？ OK、 まとめるね。要素エレメント E っていうのはその集合を組み立ててる要素を言います。で、部分集合っていうのは集合と集合を比べた時に含まれてたら部分集合に、インクルードされてたら部分集合って言える。で、カップとかキャップ、和集合とか共通部分っていうのはその要素が多いか少ないかで見極めたらいいわ。上から振った時に入り口空いてる方が多い、だからこっちが和集合ですよ、じゃあ逆は共通部分ですよみたいな感じでできる。 OK。私のチャンネル、英語チャンネルなんで、そこを意識してくれたんじゃないかなと思って、英語をね、使った解説になってたと思います。今、長島先生からはね、
塾の授業みたいな感じですねっていう感じでした。予備校とはまたちょっと違う感じかなってことでした。で、上岡先生はすごい大量に言いました。いい点は短い時間で説明すべきところを説明されていることと、また具体例や英単語と結びつけているところも初学者にとって気楽に入れる感じがいいですと。で、また時々入ってくる編集での説明が綺麗で分かりやすいと思いました。説明も自然と受け入れられる部分が初学者にとっては多いと思いますと。改善案、字が雑に見える。編集が綺麗なのでより気になるのかも。ああ、まあ特にね、下の方の書いてるやつとかそうですよね。CC みたいに見えちゃってるところとかありましたよね。大きさを全体的に整えるといいと思います。A が大きく C が小さい癖、符号が小さい癖とかがあるので改善するとかなり見栄えが良くなるかもです。今まさに言ったことですかね。あとホワイトボードならもう少し字を太く書いた方が見やすくなるかもです。ああ、そうですね。それは思いましたね、見てて。初学者について説明するのはいろいろな用語の言い方をせずに一つの言い方に統一した方がいいと思いますと。共通部分だけでも共通部分、積集語、エラセクション、キャップといろいろな場面で言っているのでごちゃごちゃしてしまう印象です。あ、それは感じましたね。用語の使い方ですね。はい。もしいろいろな言い方を紹介するなら初めに紹介して説明の時は一つの言い方にすると分かりやすいかもです。さすが上岡先生ですね。まあ、まとめとしてやっぱ誰を対象としているのかっていうのをもっとはっきりとした方がいいんじゃないかっていうですね。初級者にだったらまあちょっとね情報量が多くなってしまってるんじゃないかっていう感じでした。多分字をこう同じ行とか列とかにこう揃えて大きさが同じになっていると見やすかったんじゃないか。そうですね、下の方に行くとやっぱこう収まりきれなくなってちっちゃくなってるっていう感じがありましたね。なんでまあすごい編集は良かったっていうことなんで、説明の無駄をそぎ落としてホワイトボードをうまく綺麗に使えればすごく良くなるんじゃないかっていうことでした。ありがとうございます、上岡先生。続いて皿貝誠先生の日本史の授業になりますね。絵画から読み解く日本史と題して、蒙古襲来絵言葉を用いて皆さんにちょっとした問題を出題してみたいと思います。ではまずこちらご覧ください。こちらは蒙古襲来の際に肥後の国の御家人竹崎末永と呼ばれる人物の活躍と、元軍が用いた鉄鋏と呼ばれる武器が炸裂するシーンとして、まあ、皆さんも図説資料等で一番見たことがあるものなんじゃないかなと思われます。ではこちらどうでしょうか。こちらも蒙古襲来絵言葉の一部なんですけれども、じゃあこの絵画を用いて早速問題です。こちらは蒙古襲来と呼ばれる二度の襲来、文永の役、公安の役のうちどちらの場面を描いたものかわかるでしょうか。実はこれ、この絵画に描かれているある部分に着目をすることでその答えを導くことができるんですね。この絵画よーく見ていただくと、何か石垣のようなものが見えるでしょうか。そう、この石垣はですね、石垣と呼ばれる蒙古襲来の際に博多湾沿岸に築かれた石の防波堤なんですね。じゃあこれはですね、いつ作られたのか、こちらご覧ください。これは文永の役を受けて再度の襲来に備えて作られたものであるということが分かりますでしょうか。ということは、先ほどの絵画資料に石垣が描かれているのは石垣が築かれた後の状況じゃないとおかしいですよね。ということは、先ほどの絵画は文永の役、公安の役のうちこの後の公安の役を描いたものであるということが判断できるんですね。このように絵画に描かれた一部から歴史を紡ぐということが可能だったりします。ご清聴ありがとうございました。はい、という感じでしたね。野島先生からのコメントです、ね、元東進で学研プライムの野島先生ですが、とても面白い情報を扱っていって組まって楽しく聞くことができました。ただ蒙古襲来絵も言葉書き足し修正首替えなどが激しく、公開の場で扱うには慎重さが求められます。もうなるほど。例えば最初の画面の鉄鋏は元軍に向かって破裂しています。おお、なるほど。で、テーマとしては教えやすいものなので、本当の実力というものがどの程度なのかがわからないと。もう少し厄介なテーマでの講義を見てみたいというのが率直な感想。地頭、国高制、金解禁などですと。
専門知を背景にした技がないとなかなか長続きしないと。まあこれは日本史だけではない。そのあたりを確認してもらえればと思います。ということでした。いやーとっても励みになるものですね。そして田中先生ですね。第一印象、キラキラしてますね。明るくて喋るも前ので生徒から親しみやすい講師の雰囲気があります。内容について、蒙古襲来言葉という絵画資料を用いて生徒に問いかけるという切り口は短い時間で見せるネタとしては正解だと思いますと。二択にして難易度を下げ、わかりやすくテンポを優先するのも良いと。こういうタイプの授業はボリュームゾーンの生徒を満足させることができると思います。内容について課題、講師オーディションということを考慮するならば大きな視点で歴史を見るということをもう少しアピールしてもよかったと思います。例えば竹崎は絵巻物を制作して恩賞をもらえたが、一方で多くの御家人は恩賞不十分で窮乏化し不満を持ったこと、ホワイトボードに鎮静台が書かれているので北条氏一門がこの長官を務めるようになり北条氏の権力が拡大したことなど、一見簡単な内容を扱っているように見えて、クロートも鳴らせるようなアクセントを一つ入れると自分の評価をもっと高めることができると思います。ごちゃごちゃ言っておりますが、分かりやすくセンスのある授業だったと思うので、日々勉強して最高の日本史の先生を目指してくださいと。ありがとうございます。はい、という形でこんな感じで予備校業界の第一線でね活躍されている方からメッセージをもらうことができますので、ね、ほんともっと多くの人にね参加してもらえればよかったんじゃないかなと思います。僕からのアドバイスとしてはちょっとやっぱ声の方が、まあ、マイク使ってないのかな、声の方が小さくて効果音の方が大きすぎたって感じですね。あれ全体の音僕上げてるんですけど、ちょっとそうすると効果音が大きすぎちゃって喋ってる声がちっちゃいっていう感じだったんで、ちょっと音量の調整が大変でしたね。あと2人とも動画の明るさ自体は上げてますね僕。あとは手かな、手が外に出ちゃってるんで、ほとんど動かしてるけど見えないっていう状況だったんで、そこ見えるようになってると思ってよかったかなと思いますね。はい、いやしかし応募していただいたこと本当にありがとうございます。こう一気にいろんな人に知られるチャンスにもなりますので、やっぱ多ければ多いほど、まあ英語のチャンネルなんでしょうがないですけど、英語の先生たちがすごいレベルの高い人が集まるっていうのはしょうがないんですけど、他教科もいっぱい集まれば英語講師オーディション的にドンと流したかったんですけど、また次ね第3回英語講師オーディションの時に他教科も応募してたくさん集まってくれたらいいなと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.